はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。今日は11月19日火曜日、時刻の方は13時13分です。はい、今回提供いただいた1700円シリーズの超音波式加湿器、今回はね、こちらのバージョンを紹介したいと思います。はい、今回のね、加湿器なんだけどもね、まあ、字はね中国語なんで先に開封してしまいましょう。よいしょ。は、ほ、ほ、てってれーん。で、中は、ほ、ね。はい、中はちゃんとね、日本語で仕様がね、書いてあります。はい、このようにね、シャクシャクーっとこんな感じの仕様となっております。で、使い方ね、これ操作手順があるので、まあ、ここのとこだけ重要なんでね、見て使うようにしましょう。はい、じゃあね、本体見てみるよ。タララランタンタラーン。はい、他に何も入ってないよね。うん、はい、いかがでしょう。デザインはこんな感じ。まあ本当水筒みたいな感じだね。そこに何か書いてあります。見える？見える？はい、こんな感じ。じゃあね、ここは水がどれぐらい入ってるのか確認することができます。はい、ここはね、USB 給電する場所だね。で、加湿する場所は、ここ、超音波式なんでね。はい、この中、銀色のやつが見えるようになっています。これ、ボタンはどこにあるのかな？ここら辺はなんか光りそうな感じ。ボタンここだ。はい、ボタンありました。ここがボタンになっております。で、中を開けると、こんな感じ。はい。ここの、中のね、これなんかメインというか綿というか、この棒のとこに水を吸収して湿らして、それで超音波でこうバーってこう加湿するんだよね。だからここが湿っていないと使えないので要注意です。最初ね、よーく湿らさないと出てこないからね、これね。はい、でこの中に、あーよかった、入ってた USB ケーブルが入ってます。はい、タイプ B となっております。で、ここにお水を入れるんだね、これね。はい。まあ、使い方はね、めちゃめちゃ簡単そうなので、ここは動かないよね。うん。早速使ってみたいと思います。じゃあ、アングル変えます。はい。それではね、アングルを変えました。まず、ここにね、お水を入れたいと思います。このお水はね、満タンにすると 230ml 入ります。はい。まあ、これぐらいにしておきましょう。そしてね、一番最初を使うときに、このノズルのね、この中の面の部分、ここね、十分とね、浸らせないとミストが出ません、これね。で、最初ね、上の方がなかなかこう、湿るまで、ね、ちょっと置かないとこう、湿らないので、こうしてね、つけとくといいよね。うん、これがね、一番確実です。はい、よいしょ。そしてこれね、場所が合うとこがあるので、うん、カチンと、はい、これで OK ですのでね。そしたら元に戻して、で、場所が合うところで右側にこれで固定できました。で、今回は充電式ではないので、電源供給をして使うことになります。はい、先ほどね、お見せしたように、ここに USB のケーブルを差し込みます。はい、2分の1の確率を外しました。はい、そしてね、逆にしました。で、やっぱり入らない。で、戻すと入る。これが USB タイプ B の不思議なところね。はい、皆さんも経験してるよね。不思議なんだよね。そして今回はモバイルバッテリーを、こちらね、大容量を用意してあります。はい、刺しました。はい、そしたらね、またアングルをね、ちょっとこう変えたいと思います。はい、それではね、アングルを切り替えました。じゃあ実際にね、電源供給をして実際に運転してみたいと思います。まずね、これがね、電源のボタンになっております。おー、いきなり出てきた。ね。はい、このように、元気よく加湿してくれます。いいね、超音波式。ね。
はい、びちょびちょにならない超音波式で、今1回押して、この状態、もう1回押すと、はい、どうなのかな、止まった、出た、止まった、はい、このように完結になります。でね、この完結のモードだと10時間連続で使うことができます。で、出しっぱなしだとずっと完結させてバーで出してる状態は5時間となっております、ね、で、体気防止機能もついているので安心です。お水がなくなったら自動的に電源がオフになります。まあ、車のね、ドリンクホルダーにもポンってこう入れられる形状になっています。まあ、健康のため、潤いのため、ね、乾燥対策、花粉対策ね、いいんじゃないんでしょうか。はい、で、3回目もう1回押すとこれで電源がオフになります。じゃあもう1回押すと、はい、加湿が始まります。でね、肝心のね、これね、せっかくこういうのがありそうだからギミックがあるよね。このね、電源ボタンを長押しします。はい、LED がね、つきました。これ綺麗だね、これね。はい、じゃあね、こうしてみて、ほら、紫になって、赤になって、はい、どんどんね、色が変化するのがわかるでしょうか。ね。ほら、色が変化してるよね。どん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 変化してるよね。もうグリーンになりました。ね。面白いよね。で、これをね、こうして押すと、確かね、固定することができるのかな。確かね、違ったかな。ね。うん。あ、この色で決定ってね、なったよね、今ね。パコってこう、なったよね。はい。これでね、今決定しました。で、すごい素敵なところは、これね、実はほら、下も光るんだよ。ほら、見える？反射してる。綺麗だね、ほんとね。じゃあこれもう一回ね、長押しすると、はい、LED は消えます。はい、もう一回ね、長押ししてつきました。これね、このモードでカチカチってやってパッパッパってこうパッパってこう切り替えればいいんだけどね。まあ、このどの色にしようかなーでね、見てて、で、まだまだこの色じゃない、この色じゃない、まだまだで、この色はね、今出したばっかだからこの色じゃない、もっと違う色がいいんだーってことで、まだ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 、もっともっと、このあたりの色がいいかな、またもうちょっと待とう、はい、この色が絶妙だーって言ったら、パコってなったら、はい、これでね、ロックオンしました。はい。この色でずっと光り続けます。だから、どん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 ね、LED がいろんな色に変化していくモードと、あと、あ、この色気に入ったっていうところで長押しすれば、ロックオンすることができます。いかがでしょうか？ね。とっても素敵でしょう。綺麗だよね、これね。はい、そんなわけでね、230ml 入る超音波式の加湿器ね、この完結にすると10時間連続使用ね、これだと10時間持ちますね。はい、使い方は簡単、ボタン1個で全てコントロールできるんでね。で、加湿しない時も LED だけのね、ムードランプとして、ナイトランプとして使うこともできます。すごくいいよね、これね。はい、で、長押しをすると LED も消すことができます。アロマ対応になっています。ここも嬉しいところだよね。そんなわけでね、 Amazon 見るとこれ1700円シリーズなので、こちらの方ね、見ていただければね、細かい内容が見れます。その内容はね、リンクが説明欄にあるので見てください。そんなわけで1700円シリーズね、こちら素敵だなと思った方はね、レッツゴーってことで、おじいでした。またね、バイバーイ。